どうも、うずです。本日はコーヒーですね、コーヒーを入れるドルチェグストっていうのを購入したので、ちょっと簡単に開封と一回試しに入れてみようかと思います。で、ネスカフェのドルチェグストの特徴、ちょっとねホームページで4点挙げられてるのでざっと読み上げます。選ぶ楽しさ、迷う贅沢ということで、今回お試しなのでレギュラーブレンドっていうのを買ってきました。で、これ以外にもすごい抹茶ラテとか、なんかチョコレート仕立てのなんかコーヒーとかいろいろあるんですよ。種類が非常にいろんなものをちょっと楽しめるかなと思いまして、酸化しないから焙煎したての香りと味わいで、あとはあっという間に入れたてコーヒーすぐできるっていう、で世界が認めたデザインということで、まあデザインはねどうでもうずさんはどっちかというんでいいんですけど、簡単にそれなりに美味しいコーヒーが飲めるということで、ちょっとねざっとねネスカフェのこのドルチェグスとかプレッソっていう方で迷ったんですよ。でネスプレッソの方だとコーヒーがねすごく美味しくできるっていうことで評価高いんですけど、うずさんちのね奥さんがねコーヒー飲めないんですよ。だからドルチェグストならそういう抹茶ラテとかと純粋なコーヒーとはちょっと違うものが楽しめるので、こっちだったら奥様も飲めるかなと思ってドルチェグストにしました。じゃあ開けてみましょう。今回箱がでかいからね、ちょっとここ1階でやってるんですけどね、ここにしましょう。ちょっとの、まあ本体はね至ってシンプルですからね、なんかアタッチメントがこれ入ってるだけですごくシンプルな作りですね。これをちょっと挿してみましょう。え、カップとか入ってないんか、これグラス入ってないんだ。で、まず購入してすぐやることが、ご使用前のすすぎっていう項目があります。今うずさん後ろのタンクにね水入れてきたんですけど、電源を入れてしばらくするとここね、ここに電源ランプが本当あるんですよ。よいしょ、電源ランプがあるんですけど、このランプが赤の点滅から緑の点灯に変わりました。わかるかな。ここにねダイヤルがあるんですけど、これを回していくとランプが光るんですよ。で、最大にした状態で青いボタンを押してくださいというので押してみます。お、音がすごい。で、次はこのまま、メモリをまた最大値でお湯にします。あ、すげえ、お湯になってる。めちゃくちゃね、飛び散るからね、ちょっと買う人気をつけてね。なんかすごいお湯がピチャピチャ周りに飛び散る。ちょっとギリ言い過ぎだね、危ないね。このコップじゃダメかな。で、今回こちらですね、レギュラーブレンドのルンゴアラビカ豆 100% 使用っていうやつですね。コーヒーを入れるときはこのレバーを上げて、こちらのアタッチメントを取り外します。で、この中にこのカプセルを入れるんですけど、見えるかな、カプセルにメモリが書いてあるんですよ。で、こいつの場合はメモリが 1,2,3,4,4 つ分、なのでこのアタッチメントに乗せたらこのまま差し込みます。レバー下げる、よいしょ。で、メモリを4つ分メモリを4にしてボタンを押します。これだけ。そして音はちょっとうるさい、ガタガタする。もう来た、早い、来た。で、音が止まったら入れ終わったということですね。あれ、さっき注ぎみたいなやった時はカップいっぱいになっちゃったからグラス変えたんですけど、コーヒーでやった時ってそんなにいっぱいたまらないからグラスこんなにする必要なかったな。わかります、こんな感じです。なんかいい感じでね泡立ってますね。じゃあこのままちょっといただいてみます。あ、匂いがすごい、匂いいいよこれ濃いなあ、でも美味しい。なんか こんな短時間でこんなにあったかくなって美味しいコーヒーが入るんだったら、これはやっぱりいいかなと思います。これはいいな。いや本当にね、これよりまた種類あるんですけど、本当いろんなコーヒーが楽しめるので、このネスカフェのドルチェ、うずさんの友達も一人持ってるんですけど、非常に重宝してるそうです。毎朝ね一杯飲んでくっていう。で、うずさんも朝いつもコーヒー飲んでるから、今後はこれで毎回コーヒーをちょっと飲ませていただこうかなと思っております。なんかね、チャイティーラテとかね、チョコチーノとか、なんかいろいろ面白い飲み物もあるので、まあ徐々にちょっと使いながら試していきたいなと思っています。で、ほんとこんなね短時間でコーヒー作れて、しかもそれなりに美味しいっていうんだったらね、やっぱり便利ですよ。まあインスタントコーヒーいつも飲んでましたけどね、粉入れてくる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 かき混ざして。あとはこのネスカフェのドルチェなんですけど、ネットで登録かハガキで登録するとオリジナルグッズを購入できたり、あとは1年間の通常保証が2年間になるということなので、まあうずさんはネットでね申し込もうとは思うんですけど、会員登録しといた方が特典がつくのでいいかなと思います。まあ、うずさんの動画見てる人でね、コーヒー好きな方がいても使ってるよっていう人もいるかもしれないんですけど、もしまだ使ってない方がいたら、こういったねネスカフェの、ドルチェグストとか、あとはですねうずさんがちょっと買うか迷ったこのネスプレッソっていうコーヒーメーカーも非常におすすめだと思いますので、ちょっと気にかけてネットなどで調べてみてはいいんじゃないでしょうか。本日は簡単ではありますが、ネスカフェの
ドルチェグストをご紹介させていただきました。ちなみにゆずさんが買ったのはドルチェグストのジェニオプレミアムっていう商品でございますの赤色、確かもう一個ね違った色があったんですけど2色になってますね。ではまた別の動画でバイバイ。デザインが可愛いね、ペンギンみたいだよね。これはインテリアとしてもいいかもしれない。その前にお家の片付けですな。